解析じゃ大規模な戦闘の跡が見つかった。人間同士でよくわかった。しかも外アカデミーの軍は9端末用のパーツを集めてる。譲ってく。今どうしても欲しいのは国運超マイナー店で一度。え、ま、何に使うのかって。あの人たちを自由にさせていいの？この辺りは地盤が安定してるから遺跡を潰して都市を作る計画もあった。何かある。そこだ。過去に戻れるなら。いやだが、いいぞ。アカデミーの人間も。エストハイム主任はファル氏に頼らないというアカデミーの理念を体現したような方だな。僕は夜型なんで。せめて国運の近くで暮らしたいな。ファルシの発掘はあまり気乗りしないな。この10年でファルシに頼らない生き方を。失敗を繰り返したアカデミー。崖を歩くときは気をつけてね。恥ずかしい話、あの時はすぐに救助されて。ちなみにそあれは持った。え、探して。ほら、日食の。せめて日ショップを待って。まともな軍隊とは言えんな。国運じゃ天気だって管理されてたのに。パラドックスによって現れる魔物はこの世界から外れ、いずれにせよ推測の闇の中で。柱you
見えるの？こんなところに住むなんて絶対無理。頼んだ。成功。危ない目に遭いたく。パラドックスの発生箇所は特に警戒しろ。飛んでこい。欲しいな。なんだろう。ナイス。コクーンでの仕事ってないんですか？ノグ、ここだ。おや？夜中って。主任からの日食の調査は引く予定で。ノグ、そこだ。
ファルスのファルシは活動は人が多い町に住みたいわ。Thank you.
は自然を支配できるんだろうか。悪いな、手加減できなくて。ゲート多分あ、うん、何か気になってるんだね。お、正解、俺個人の問題。予言の書のこと？うん、微妙、そうとも言えるし、ちょっと違う気もする。映ってたの、きっとお姉ちゃんだよね。でも、確実じゃない。パラドクスを解けば、はっきりわかる。そう信じよう。うん。ユールの話を聞いてからずっと。でも気が気でないのは私も同じだよ。予言の書に映ってたのは本当にお姉ちゃんなの？ゲートの向こうでパラドクスを解決すればきっとわかるよね。オルバ卿、クリスタルの砂が降り積もり、太古の戦争の惨禍を伝える地。アカデミーはこの地を特別保存エリアとし、立ち入りを禁止した。オルバ卿がクリスタルの柱となってコクーンを救った二人の娘の故郷だったからである。それからおよそ200年後、里は人知れず虚空に飲まれようとしていた。クリスタルが語る。人が故郷を離れた。きっと同じ気持ちだったんだろうな。Thank you.
錠剤は遺跡で見つけたのか。そうすると盗難の線はなさそうだ。そうですね。聞いてもさっぱりですよ。正確じゃなくてもいいからざっくり説明してくれればいいのに。いいよ、立派だな。アトラスが止まって安心しましたが、アカデミーにとっては研究材料が減ったかもしれませんね。空間のシフトが起きている。ファイルは未来の私のノートに間違いなさそうなんだけど、完璧に自分用で何が言いたいかよくわからないのよね。クポー、クポー、ノグ、そこだ。成功。何年か後には実習生のアリサがやけに出世してるみたいなんです。ドッターの通信機も。頼んだ。遠くなっちゃう。
るほど。なるほど、俺の通信機と待っていうか、このボディの傷までありえない話だな。パラドックスは、とすると例えば未来の俺が俺の通信機を落として、いやいや、下手な推理ごっこ、パラドックスとやらの解明はあんたらには世話。データを整理しとかなきゃ。でかいな。早いな。
シルバーペタルという白金色の綺麗な、以前この辺りで一つはシルバーペタルの花は時期外れもいい。ちなみにその彼女は、そこがまたたまらなくキュンとくるんです。探してきてくれるんだ。まあ、ありがとう。元は人間だったんですよね。倒してしまう以外に食う道はないとか、悲しすぎますよね。危機は突如として訪れた。 AF20 年ビルジ遺跡で魔物が爆発的に増殖を始めた。パラドクスが原因とみられたが、やがて調査もままならぬほど事態は深刻化。政府はこの地を事実上放棄し、民間に解決方法を募った。遺跡は傭兵と在野の研究者であふれ、無法地帯も同然となった。事態はその後も悪化を続け、経費と時間だけが浪費されていった。パラドクスの発生から実に300年近くが過ぎようとしていた。
が増えまくって軍隊だけでは手が回らないっぽ。そこで政府は市民に協力を求めたくぽ。というわけでモグたちも平和を守るために強い心で魔物と戦うくぽ。事件を解決したら政府から報奨がもらえるくぽ。がっつりがっぽり稼ぐくぽ。報奨？賞金が出るってことか。でも金なんか稼いで何に使うんだ。そんなの稼いでから考えるくぽ。まずは稼ぐことが大事くぽ。私たちの他にも賞金目当ての人たちがたくさんいるみたいだね。こんだけ魔物が増えちまうと、とにかく目先の退治が最優先でさあ、あっしの調べだと魔物の生態を記録した装置がどっかに見つかれば魔物退治もぐっと。旦那方、いい人。ぜひぜひ。取れるよ。飛んでこい。よしよし。残念クポーポー。クポー取れるよ。こいつは、どうした。クポーポー。取れるよ。こいつは そこだ。
飛んでこい。ここじゃ中途。
か。調査をしてるんだがよ、相棒と連絡もしあったら伝言でも聞い頼んだぜ。かつ特段の事情がある場合にのみ密要はもちろん、ああこう見えても装置へのかつ特段要はもちろん、
グ、そこだ。心配なんだ。だな。まあいいだろう。俺についてこれたら望み通りで。さあゲーム開始。
目をかけたら。データが山盛りっすね。もちろん他旦那方にはいくら感謝してもし足りないぐらいでさ、これはささやかな気持ちです。昔は正規軍におったが、ここじゃ中佐と呼ぶ。聞いたんだろう。俺はこの時代に生きてる人間じゃない。次にあいつに会ったらさっさと別のやつとじゃな。ここ
ルが語る。もともと臨時政府が科学の力。ファイルは未来の私のノートに間違いなさそうなんだ。我々のあんたたち簡単だよ。アトラスの存在の原因から立った。今後は学者と連携しな。研究用のまま。激戦のせい。ゾクゾクって言われてみれば。何年か後には実習生。ちょっこり。はいはい。薬が紛失した原因も。これで安心できます。シルバーペタルの本当にいただいてありがとう。でも実は黒雲が揺らいだあの日、彼女は僕のいとこで、大きくなったらお嫁さんにしてね約束を果たしてあげること。彼女の遺体は結局見つかりませんでした。どう？We'll be right back.